まあ、低めの際どいとこ行くとまず低く行くことですよね。必ず振りますからね。三振、これで2アウト。そしてラストバッター上段を迎えます。まあ、吉田さん、ここ1点で、ね、はい、しのぎ切って、そうです、また、ね、3回からきちっとこう行ってもらいたいと思うんですが、はい、ラストバッター。結局三振です。2者残塁です。しかし、堂上のタイムリーヒットによってドラゴンズがまず先手を取りました。